天皇です。オリンピックについて心配しています。菅首相、道の公のその発言は全くの意味不明です。以前から明瞭に喋る、その訓練に励みなさいと言ってきました。全くダメ。話にならない。何のためにオリンピックをやるのか、どうリスクを抑えるのか、全くわからない。 そもそも前の首相の安倍、漢字も読めないで困ったもの。安倍首相の時にオリンピック招致のためにお辱行為をしたという噂が流れている。天皇は深く憂慮をいたしている。安倍及び菅、もう一回生き直してみなさい。わかったね。